キクちゃんにお勧められたのはジャンプ店に行って、はい、これはい、はいはいはい、あジャンプ店そうなんですよね。今また第3期っていうのがやっててすごい規模でやってるよね。いやすごいです、あれは僕も本当もちろん第1期第2期と言ってるんですけど、うん、そう俺1期いけなくて、うん、2期の、ドラゴンボールとかがスラムダンクとかいうアクションの時に一番売れた時のやつですよね。 あれはでも良かったですね、うん。あ誰と行かれたんでしたっけ。俺は、後輩のピクニックと。あ、ピクニックとね、うん、あいやピクニック漫画すごい好きでしたっけ。ピクニックどうでした、温度差どうでした、ね、はい、分かるよ。俺もドラゴンボールがでうわーとか俺も真似して書いてるぐらいだからもう、はいはい、でもねそれよりちょっと弱い気はした。あやっぱりピクニック弱いと思ったんですよ。あそうその熱は、いや、はい、あの感動してるんだよ。だけど、はい、俺のは感動してなんかうわーっと思って、はいはいはい、ああ俺ことじゃないなっていう、いや分かります、感じたかも、うん、僕はでもその点LLR の福田とか、うん、山田さんとか、うん、山田ナビスコさんサッカーの山田さんね、はい、めちゃくちゃジャンプ大好きで、はい、で一木とかサスケとかその時行ったんで、うん、逆にちょっとこうテンション上がってて、うん、俺もう入ってすぐに怒られるぐらいの、うん、怒らないでっていう話なんですけど、もう僕はもう超楽しみにしていって行ったんですよ。でもちろん悪いというかあれなんですけど、向こうはもちろん大事なものがもちろん貴重なものが原画とかもあるしね、はい、展示されてるんで、こう一応こう警備の人みたいなのがいるんですよ。俺もうマジ入ってって最初にもうこれ2期終わったとこなんで言ってもいいですよ。ドラゴンボールがドーンとスタートしたじゃない。めっちゃかっこいいよ。でドラゴンボールのなんかオープニングみたいなとこからドーンと始まって、ドラゴンボールの展示が始まったんで、はいはい、俺こううわドラゴンボール大好きですから最高なんだよね、うわーってきてこう原画がバーッと並んでたんで、うわすげー怖い、すいませんすいません、ちょっと手いや触らねえから俺触らねえから大丈夫だって。もう本当に好きでテンション上がって、確かに線とか引いてあったりでもちろん全部触っちゃいけないんですよ、分かってます。俺も触らないですけど確かに触りそうなぐらい俺はうわーって言ったんですよ。やったやった、そうこっちの喜びをもう遮るから、あすいませんちょっと触らねえって俺触らねえってマジで分かるんですよ、テンション高いやつが入ってきて触ったらやべえなと思って注意したと思うんですけど、いやあれは俺本当だから出鼻くじかれたみたいな。いやーまあでも菊ちゃんの情熱だねそれは。で最初に逆に厳しさを植え付けられたんで、その後はもう本当にもう手出さずにこうやって見てましたよ俺マジであれさ美術館とかでさ、はい、みんなこうやって見るのってそのせいかな、かもしんないですね。よくおじさんとかさ大概さこうやってこうじゃん、こうじゃん、絶対こう、はい、こうじゃん、あれこうやってあのパンフレットとか、そうっすね、こっからさ、もしかしてあのおじさんも入り口で一回ちょっとすいません、あもうじゃあもうこうですね、こうそれでお願いします。それが染みついて、かもしれない、ああいう美術館とか行く人たちみんなこうなっちゃったんじゃない、こうやって、いや俺も途中からマジでこうなったんですよそうなんだ、多分警備だから。なるほど。よりさ世界的な、何分かんないけど、そのゴッホとかそういう美術館の時、はいはい、それがあって、いや確かモナ・リザこうやろうとしたやついたら絶対バーって言いますもんね。だから手は出さないでくださいってやられすぎた結果、美術館行く人たちは手を後ろに回すようになっちゃったんだね。それですね、手を後ろに回す理由これいいアーカイブできたんじゃないですか内容見た人がはーってなってます